ご来場の皆様、お待たせいたしました。ただいまから釧路駐屯地ラッパ隊によるラッパ吹奏をお聴きいただきます。ラッパ吹奏は号令、命令、警報等を伝え、士気を高揚し、対応を整え、敬意を表することを目的としています。陸上自衛隊で使用するラッパの材質は軟質の金属製であり、硬質なものとの接触を避け、強い衝撃を与えてはなりません。本日のラッパ吹奏は指揮者根室市出身熊崎隆之一等陸曹以下9名で実施します。まずはじめに家業開始のラッパをお聞きください。家業開始ラッパは平日の国旗掲揚後に吹奏し、その日の家業開始を知らせる曲です。続いて気象ラッパです。気象ラッパとは自衛隊の朝を告げる曲であり、自衛隊において寮生活をしている隊員たちが起きるための合図として毎朝6時になる曲です。続いて食事ラッパです。食事ラッパは1日3回朝、昼、夕の食事前に吹奏されます。続いて純越の譜です。純越は高官等が整列している隊員たちの前を徒歩または車両にて前進し、各隊員の眼光や容姿を観察し、部隊全体の練度や士気を測るものであり、その間にラッパ隊は純越の譜という曲を吹奏します。軍隊が栄誉令受令資格者である高官等が自衛隊を公式に訪問もしくは視察する場合に、栄誉令受令資格者に敬意を表するために行われるもので、ラッパ隊は指揮官の予令と同時に吹奏準備を行い、指揮官の敬礼と同時に栄誉令を吹奏します。
より家業終了のラッパです。家業終了ラッパは平日の国旗降下後に吹奏され、その日の家業終了を知らせる曲です。以上でラッパ隊によるラッパ吹奏を終了します。ラッパ隊がラッパを吹奏しながら開場します。大きな拍手をお願いいたします。このあと公園内メイン道路において観閲行進を行います。どうぞご観覧ください。本日関越行進を実施しますのは、釧路駐屯地等に取材する第27普通科連隊、第14施設群、第397施設中隊、航空自衛隊第26警戒隊及び帯広地方協力本部です。第27普通科連隊は
Thank you.
駐屯地司令講談以上で関越行進を終了します。引き続き第五音楽祭による音楽演奏を行います。本日は第五音楽祭隊長吉田俊成二等陸尉以下27名で演奏します。曲目は行進曲大空、栄光の架け橋グレンゲ、行進曲エルキャプタンの4曲です。どうぞご観覧ください。グレンゲタン
以上で音楽演奏を終了します。以上をもちまして令和4年度釧路自衛隊街中パレードを終了します。今後も地域の皆様と共にある釧路自衛隊へのご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。